クロスレシオトランスミッションとは、自動車などのトランスミッションのうち、それぞれのギアのギア比の差が、比較的近いものを指す。単位義語として、ギア比の差が、比較的離れたものは、ワイドレシオトランスミッションと呼ばれる。ギア比の差が、どの程度まで近いものを指すかについて、絶対的な基準はなく、相対的な表現であるが、エンジンのパワーバンド、 トルクバンドを外さずに変速できるものを指すことが多い。また、搭載されるすべての変速弾のギア比を近づけるのではなく部分的に接近させたものもある。日本語ではクロスミッションと略称されることが多いが、英語の発音は英国英語では KLS、米国英語ではキロリットル s となり、O は二重母音である。クロスレシオトランスミッションは変速弾の間で、 ギア比の差を小さくして変速前後のエンジンの回転速度の変化を小さくする。ギア比が近いことを日本語ではクロスしたなどと形容される。エンジンの回転速度には比較的出力を得やすい範囲があり、これをパワーバンドあるいはトルクバンドと呼ぶ。消費企量エンジンなどのようにパワーバンドが狭いエンジンではパワーバンドが広いエンジンに比べると変速前後の 回転速度の変化をより小さくする必要があるため、よりクロスしたトランスミッションが組み合わされる。あるいは、自動車競技などでは、パワーバンドの中でも特に出力が得られる狭い範囲の回転速度域を利用するために、クロスレシオトランスミッションが利用され、市販車でもモータースポーツベース車などには、他のグレードよりもクロスしたトランスミッションが標準搭載される場合がある。 前段をクロスさせた場合は最低段と最高段のギア比の差が小さく、同じ変速段数のワイドレシオトランスミッションと比較するとギア比の選択幅が狭い。最終減速比なども含めて全体的なギア比が低い駆動系におけるクロスレシオトランスミッションは最高速度と巡航速度が低くなり、高速走行時にはエンジンの回転速度が高く、騒音や燃費が悪化する。 全体的にギア比が高い駆動系のクロスレシオトランスミッションは発進時や低速走行時にパワーバンドを利用しにくい。従って市販車では前段クロスレシオとすることが難しくオーバードライブギアやトップギアと1段内視2段低いギアの間をワイドレシオとする小排気量の欧州車のようにキャンピングトレーラーの経因を考慮して発進。 加速用に1から2足間、巡航、追い越し用に3から4足間をクロスとし、2から3足間のみワイドとする、レーシングカーで2足以上をクロスとし、発進専用とした1足との間をワイドとする、などの手法が取られる。市販車から改造する場合は、トップギアが1、1で固定となっているため変更できず、オーバートップのギア比を低くする手法が取られる。このため、 ギア操作の方法が変わってしまう問題もある。ありがとうございます。